皆さんこんにちは。自然と共にある暮らし、ライブウィズネイチャーの水野さとみです。今日はここ3ヶ月間の出来事についてと今後について触れていく動画となっております。お気づきの方も多くいらっしゃると思うのですが、ここ3ヶ月間この YouTube チャンネルの発信スタイルを大きく変更いたしました。過去はですね、畑作業、自然栽培のハウツーをメインとする動画だったのですが、現在はですね、座学を中心とした発信スタイルとなっております。その座学の内容としましては、私がなぜ自然栽培を営むのか、また現在のこの地球環境においてなぜ自然栽培が必要だと私が感じているのか、また、自然栽培と私のこう他のね、ライフスタイルの選択、例えばベジタリアンだということですとか、化学物質を排除しているということは私の中ではつながり合っているんですね。ですので、より自然栽培について深く皆様に知っていただきたいということで、私のライフスタイルや思いをメインとした座学メインのこのような発信スタイルにすることになりました。とはいえですね、以前アップしましたチャンネル自己紹介の中でも触れておりますが、引き続き自然栽培の畑作業の様子ですとか、農的暮らし、地球や生き物に優しい菜園ライフという部分では畑の部分も発信はしていく予定です。現在ですね、さつまいもの苗作りを今年初チャレンジということで、まさに今行っている最中でして、そちらの動画も撮りためていたりですとか、あとは5月の上旬から中旬に、オープン予定のいちごの楽園のとかぜファーム、いちご摘みができる、ガーデンのオープンに向けていちごのお手入れですとか、ガーデンのお手入れに勤しんでいます。今後はですね、動画の方でそのさつまいもの苗作りから始まります、自然の神秘を含めた、踏み込み温床についての動画ですとか、あとはいちごの、苗ですとか、いちごの生態についてですとか、ガーデンのお手入れの様子などもアップしていく予定です。他にも、私のその能登風ファームの方で独自に、春以降スタートする事業の準備ですとかに今追われているのですが、やることがたくさんあるんですけども、やりがいに満ちていて、この YouTube の方もですね、 YouTube を通して自然栽培を始めてみましたというお声ですとか、自然栽培の農産物によって、健康になれましたというお声を多々いただくようになりまして、とても嬉しい限りです。引き続き自然栽培を通して皆様の健康ですとか美容、それから地球環境がより良くなっていくために、私にできることを発信していきたいと思っておりますので、このライブウィズネイチャー、自然と共にある暮らし、ぜひよろしくお願いいたします。春めいてきましたね。私の住むこの能登もですね、今日は3月31日、とてもね、いい吉日なんですけども、このようにですね、桜もちょうど満開を迎えてくれておりまして、私たちの目を、潤してくれています。いちご畑のいちごたちもちょうど今満開を迎えておりまして、もうすごくね、賑やかに能登もなってきました。コロナがね、またなんか第4波が来るかなんて言われていてね、なかなか皆様も窮屈な思いをなさってると思いますけども、皆様の中でできる選択の中で、もしこの能登の地もね、ご興味ありましたら、あのいちごを摘みにぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。いちご摘みのイベントについてもこの YouTube の動画の方で今後発信をしていく予定ですので、そちらのチェックもどうぞよろしくお願いいたします。本日も動画最後までご視聴してくださりましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。